はい、稲見選手、あまりにくるくるやると思います、右風に対してね。で、これ、まあ、本人しか分かんないんですけども、ここの辺、細かい技術すぎてね。で、おそらく小学生の時からやってるから、簡単だと思うんですよ。それを見ていました。ちょっと右にフェース向けて、右に構えたものを。肘をちょっと抜くのかね、ちょっと。またさらに近いところ。なんでこんな面白いように、なんか線を引いたように飛んでいくんですね。だからそのあまりにくるくるの、まあ長年やってるからね、これ本当うまい技術ですよね。はい、もう一回見たいですね。もう一回見たいです。もう一回見ましょう。これは第一打ね、今のね。これは第一打で、第一打でフェード打ってきて、これ第二打でしょ。でこれがあまりにくるくるで絡ましちゃう。これね、このスイングとフェースコントロール、さらに近いところ、なんでこんな面白いように。これよく見て見えないね、この赤いライン邪魔だね。検証したいね、ゆっくりね。以上です。